ヒップアップ足痩せしたい、そんな悩み叶えます。スクワットよりも絶対中殿筋使う練習した方がおすすめです。まずは右向きに横向きになりましょう。スマホは床に置いておきましょう。上の左足を斜め45度ぐらいに上げて30秒キープしましょう。下の足はこんな感じでちょっと前に出しておくと安定しやすいです。お尻の横、中殿筋という筋肉を使いたいです。こう触ってお尻の真横硬くなってる、力入ってる感じありますか？見てほしいポイントは、お尻の横力入っているかと、45度しっかり上がるか、あとはプルプルしないかです。30秒キープ、ちょっと頑張りましょう。 OK。 そしたら次は膝を曲げた状態でこのまま膝同士を離します。膝同士を離します。だいたい膝90度ぐらいでいいと思います。お尻の横、さっきと同じようにお尻の横ですね、使う感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。 NG パターンは体が後ろにこうやって倒れちゃうことです。上半身は固定しておいて膝同士を離す、その時にお尻の横触って、あ、使ってるな、硬くなってるなって感覚あればそれで OK です。先ほどねやった足を45度上げてキープ30秒、あれはね最低でもできてないと中殿筋がうまく使えてない証です。 OK。 そしたらもう一度下の右足を前に出して、この左足真上投げる、真上投げる、下ろす。これもお尻の横、中殿筋を使います。この中殿筋の筋肉はこうやって横に足を出すときに使う筋肉なので、例えばバスケット、バドミントンとか野球とかね、あの運動すれば使うんですけど、運動しない限り足をね横に出すってことは日常生活でなかなかないので、すごい弱くなっちゃってることが多いですね。でこの中殿筋が弱くなるとどうなるかっていうと、前ももばっかり使って前ももごつくなって、お尻は使わないからお尻にどんどん脂肪がついてでかくなるみたいなことが起こります。 OK。 そしたら次は左足を体の前に出して下の右足持ち上げます。下の右足持ち上げる。使いたいのは右の内ももです。下の右足の内もも使って持ち上げる。この体勢できない人、この左足後ろに置いてこれでもいいです。目的は右の内ももの筋肉を使うことです。こうやって枕ある方はね、枕あった方が僕個人的には首とか肩の負担が減るのでおすすめですが、もしね枕ない方は、まあ、クッションで代用してもいいし、枕なしでももちろん OK です。目的は内もも使うことですよ。よし、 OK。 そしたらもう一度下の足前に出して、左足伸ばして、そのままつま先を真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。お尻の横使う感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。多少ね膝曲がってもいいし、前もも外もも使ってもいいです。お尻の横を使う感覚あれば OK です。しっかりつま先真上向ける。最初の種目と同じように上半身後ろに倒れると NG です。上半身固定したままつま先真上向ける、真上向ける。でこの次の種目から逆向きになりますので、スマホ持って逆向きに寝返り打ちましょう。つま先真上向ける。じゃあ次逆向きに寝返り打ちますよ。よし、 OK。 次左向きに寝返り打ちましょう。左向きになったらスマホ顔の前に置いておきましょう。下の左足前に出して、この右足を斜め45度上げて、この状態キープです。中殿筋、この筋肉をうまく使えてるかっていうチェックです。45度ぐらい上げて、中殿筋使ってるのを確認した状態で30秒キープ。これぐらいはね楽勝でできてほしいです。でこれ最後にもう一度このキープ左右入れますね。それで、中殿筋が使えるようになったかどうか、ビフォーアフターで変化分かるようになってますので、ぜひね楽しみにしてください。使ってる感覚ありますか？きつかったら一回サボってもいいですからね。よし、 OK。 そしたら膝90度ぐらいに曲げて、膝同士離す、膝同士離す。お尻の横、ここ使う感覚ありますか？呼吸を止めないでしましょう。どうでしょう、お尻の横触って硬くなってるでしょうか。 NG パターンは後ろにこうやって体が倒れちゃうと NG です。上半身固定して膝同士離す、離す。で結構ねこれお尻使う感覚わからない方多いと思うんですが、
大丈夫です。僕自転車運転するのと同じで練習したらね、できるようになります。ちょっとコツをつかめてないだけなので、お尻意識してね、こうやって一緒に練習しましょう。オッケー。そしたら左足もう一回前に出して、この右足を高く上げる、下ろす、高く上げる、下ろす。これもお尻の横、中殿筋を使います。このね、中殿筋、今日、徹底的に使うんですけど、なんでね、普段使わなくなっちゃうか、筋力弱くなっちゃうかって言ったら、もう単純に使わなすぎです。で、まあシンプルにさっき言った通り、まあバドミントン、バスケとか、まあ何でもいいんですけど、運動してたら絶対使うんですけど、まあ僕も含めてね、運動嫌いな方が、このズボラストレッチ見てる方多いと思うので、皆さんね、弱くなってます。なので僕もこうやって人に教えてますが、めちゃめちゃね、きついです。呼吸は止めないようにしてね、きつかったらね、サボってもいいし、再生速度をね、早めたり止めたりして、自分がやりやすいように調整しましょう。OK。これで、右足を前に出して、下の左足、上げる。上げる。左の内もも使う感覚あれば、OK です。で、この体勢きつい人は、この右足ね、後ろについて、こんな感じでもいいです。左の内もも使う感覚あれば、それで、OK です。どうでしょう、内もも使う感覚ありますか？右足は前に出しても、後ろに出しても、どっちでもいいです。で、スピードはね、全く重要じゃないです。内もも意識して使うことが大切です。内ももこうやって触ってね、あ、使ってるな、硬くなってるなって感じあれば、それで OK です。OK。これで左足をもう一回前に出して、右足伸ばして、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。戻す。で、前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。上半身をね、こう後ろに倒れちゃうのは、これも NG。しっかり上半身固定して、つま先だけ真上向ける。これ結構苦手な方多いと思うんですけどね。ゆっくりです。できる限りでいいので、つま先ゆっくり、真上向けて。で、この次の種目から、上向きになりますので、スマホ持って上向きになる準備しておいてくださいね。枕ある方はね、枕使ったまま上向きになるといいと思います。よし、OK。スマホ持って上向きになりましょう。そしたらスマホを見ながら、右足大きく回していきます。内から外、ご自身から見て、時計回りと反対、反時計回りですね。ゆっくり大きく回していきましょう。目的は普段動かさない範囲で大きく動かすことです。スピードは全く重要ではないです。股関節ゴリゴリなるよーって方は、痛みない範囲で回しましょう。痛みがある方はね、痛みがある方は痛みない範囲で。痛みない人は大きく回して大丈夫です。呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら次は左の股関節回していきます。ゆっくり内から外ですね。ご自身から見て時計回りに回してます。こっちもゴリゴリなる方、痛みがなければね、大きく回しちゃっていいです。痛みがある方は、ゆっくり小さく痛み大範囲で回しましょう。で、股関節ゴリゴリ鳴る原因は基本的に筋肉の硬さなので、そんなに問題はないんですが、どうしてもね、気になる方は、概要欄に股関節がゴリゴリ鳴る方用のストレッチ貼ってますので、ぜひね、そちら試してみていただければと思います。呼吸止めないでしょう。よし、OK。そしたら膝曲げたままですね、膝同士つけて、90度ぐらいですね、膝曲げて、お尻を持ち上げます。ギュッと。持ち上げる、下ろす。お尻を持ち上げる、下ろす。裏もも、お尻、使う感覚ありますか？頑張って。頑張って。ギュッと。膝同士しっかりつけておくことでね、内ももにも効いてきます。頑張って。で、釣りそうな方、ゆっくりサボりながらでもいいし、釣らない範囲で OK です。僕もちょっとね、右の裏ももが釣りそうなので、頑張って、ゆっくりで OK。裏もも、お尻使う感覚ありますか？よし、OK。次、休憩ストレッチ。膝伸ばして、肩幅よりちょっと広めに開いたら、内、外に股関節、ねじります。股関節付け根からねじるイメージです。これもね、痛みある方は痛みない範囲でいいですからね。休憩ストレッチです。どうでしょう、今までの種目でお尻使う感覚ありましたか？
わからない方はね、全然わかんないよってコメントでいただければ、できる限りアドバイスするのと、あと概要欄に、無料のサブチャンネルと、ズボラストレッチの教科書あるので、そちらでもね、解説してますので、ぜひ、気になる方はね、ご覧いただければと思います。オッケー。じゃあ引き続きまだお尻攻めます。両膝曲げた状態で、右足を左膝にこんな感じで乗せます。この状態で、お尻持ち上げる。左の裏ももお尻使って、持ち上げる。空いてる手で左の裏ももお尻触って、あ、硬くなってるな、使ってるなって感覚あれば、OK です。これも、スピード重要じゃないですよ。しっかり左の裏ももお尻意識してあげる。あげる。どうしてもきつい人、さっきと同じように両足でやっていただいてももちろん OK です。あと個人的におすすめなのはね、各種目の最後の10秒サボると、だいぶね、負荷が減って、気持ち的にも楽になるので、きつい人はぜひ試してみてください。オッケー。そしたら逆いきます。左足を右足に乗せます。この感じです。で、お尻持ち上げる。持ち上げる。右の裏ももお尻意識して。頑張って。で、お尻ってね、腰の筋肉の付け根がお尻なんですけど、結構お尻の筋肉が弱い、硬くなってたりして、腰痛の原因だったりするので、しっかりね、お尻使ってあげることで腰痛も楽になったりします。それやっててね、やってる最中腰が痛い方は絶対無理しないでください。頑張って。呼吸止めないようにしましょう。右のお尻しっかり意識して、きつい人は両足でやっても OK。ラスト1回一緒に頑張りましょう。よーし、OK、頑張った。そしたら休憩ストレッチ。次、左足を右、こっちに持ってきます。左膝床につけて、左肩もなるべく床に近づけましょう。左の腰、お尻、背中にかけて伸びてれば OK です。で、これ休憩ストレッチなので、無理にギューッとねじる必要ないです。ゆるーくね、お尻、腰、背中伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。伸びてますかね、腰、お尻、背中にかけてです。左側を伸ばしてます。次、逆いきますね。右足を左に持ってきます。こっちに持ってきます。で、膝つけて、この肩はなるべく床に近づけましょう。右の腰、お尻、背中、伸びる感覚あれば、それで OK です。伸びますか？で、先日ね、YouTube のコミュニティでもお伝えしたように、サブチャンネルで皆さんのもうちょっとご要望に対して、質問にね、回答するような動画を作りたいと思ってるんで、こんな質問に回答してほしいっていう動画を、ぜひサブチャンネル参考にしていただいて、こんな動画作ってって流れが、コメント書いていただければと思います。あとはね、ボイシーってアプリ皆さん知ってますか？音声アプリなんですけど、それもね、始めるので概要欄に一緒に貼っておきますね。オッケー。そしたらこの次は、スマホ持って、うつ伏せになりましょう。うつ伏せになっていただいて、スマホは顔の前に置いておきましょう。で、しっかり、足閉じた状態で、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴をギュッと締める、緩める。ギュッと締める、緩める。で、お尻の穴しっかりギュッと締めれる人は、締めた瞬間にね、内ももにもね、使う感覚あると思います。ギュッとお尻の穴締める、緩める。ギュッとお尻の穴締める、緩める。わかんない方はね、こうやってお尻触りながらやると意識しやすいです。ギュッと。スピード全く重要じゃないですよ。しっかりお尻の穴締めて、緩める。締めて、緩める。ラスト1回ギュッと締めて、緩める。オッケー。そしたら上半身めちゃっと寝かせたまま、かかとをお尻に近づけるイメージで、パタパタ、足をね、動かしていきましょう。適当にパタパタ動かしてもいいんですが、目的はですね、この裏もも、お尻の境目あたりの筋肉を使うことなので、こうやって空いてる手で触って、あ、裏もも、お尻の境目あたりの筋肉、あ、使ってる感覚あるなーってなると最高です。スピードは全く重要じゃないです。裏ももお尻の境目を意識しながら、かかとをできる限りでいいからお尻に近づけていきましょう。皆さんついてきてますか？もしきつかったらね、再生速度調整したり、サボりサボりやってみてください。オッケー。そしたら次は、左手で左の足首をつかみます。左の前もものストレッチです。いまいち伸びない方は、つま先の方をつかんで、つま先をね、お尻にしっかり近づけると前ももが伸びてくるんじゃないかなと思います。で、この時気をつけてほしいのが、肩ね、力入りすぎないようにしましょう。前ももはストレッチできたけど、肩が凝っちゃったなんて言ったら本末転倒なので、
肩そんなに力入れすぎないようにして、左の前もも伸ばしていきましょう。伸びない方は、つま先の方を掴んで、つま先をなるべくお尻に近づけると、前ももがね、伸びてくるんじゃないかなと思います。ふぅ、呼吸止めないようにしましょう。オッケー。で、逆足いきます。右手で右の足首掴みます。で、なるべく、つま先をお尻にぐっと近づける。右の前もも伸びる感覚ありますか？伸びない方は、つま先の方を掴んで、つま先をしっかりお尻に近づけると、良いと思います。でさっき伝えたね、ボイシーとサブチャンネルなんですけど、なんか皆さんからやっぱりコメントでいろんな質問いただくし、 DM でもね質問いただきます。でそれになるべくこう個別に答えたいんですけど、個別に答えられないので、ボイシーとかねサブチャンネルで回答していければと思うので、なんか素朴な疑問でも、コメントでいただければなるべく回答するようにしていきます。 OK。 そしたら次は両手を耳の横についていただいて、ぐっと上半身反らします。腹筋のストレッチです。腹筋伸びますか？腰が反って痛いよって方は、肘ついてちょっと顎持ち上げる。これでもね腹筋伸びると思います。で腰痛持ちだったりとかね、腰の筋肉硬い人は、もう腰がね引っかかる感じというか、腰が痛かったりしてそこが気になって腹筋伸びないという方もいるので、そんな方はね僕再生リストで腰の再生リスト作ってますので、でそちらから腰のストレッチやってみていただけると良いんじゃないかなと思います。よし、 OK。 次は問題の四つん這いストレッチです。四つん這いになっていただいて、この状態でですね左足からお尻を鍛えていきます。左足を上げる、後ろに蹴り上げる。左足を上げる、後ろに蹴り上げる。前に上げて後ろに蹴り上げる。しっかり上げて、でこれ蹴り上げるときに裏ももお尻使ってほしいですね。後ろに蹴り上げるときに裏ももお尻使う。スピード重要じゃないですよ。なるべく前に高く上げて後ろにも高く蹴り上げる。腰肩痛い方無理しないでください。左の裏ももお尻使うことが目的です。膝が痛い方、膝に、ね、クッション入れたり布団の上でやっても大丈夫です。ラスト1回いきましょう。しっかり後ろに蹴り上げる。オッケー、よく頑張りました。逆の右足いきます。右足前に高く上げて後ろに蹴り上げる。前に高く上げて後ろに蹴り上げる。裏もも使う感覚ありますか？この時です。裏もも、スピード全く重要じゃないですからね。後ろに蹴り上げる。腰が反って痛い方絶対無理しないでください。スピードよりも右の裏ももお尻使うことが目的です。呼吸止めないで頑張って、あと少し。頑張って頑張って、裏ももお尻意識して、きつかったらサボってもいい。あと少し、しっかり上げきる。よし、 OK。 そしたら枕の方、もう一回枕入れて右向きに横向きに寝ましょう。スマホ顔の前に置いていただいて、下の右足前に出して、左足もう一度上げます。45度の状態で30秒キープです。でさっきねこのお尻の横使ってる感覚ない、もしくはプルプルしちゃった、もしくは45度上がらない、そんな状態だった方はね、だいぶ足が上げやすく、お尻に力が入りやすくなってるはずです。変化実感できますか？で逆に全然余裕だよって人はね、もう逆に1分ぐらいキープしててもいいと思うので、この動画のね秒数無視して1分ぐらいキープしててもいいと思います。こうやってテレビ見ながらね、お尻の横使ってキープする、こんなのをね習慣にしてもすごいいいんじゃないかなと個人的には思います。 OK。逆行きましょう。寝返り打ちましょう。左向きになってスマホ顔の前に置いておきましょう。左足前に出して、右足を、斜め45度に上げて、この状態キープ。お尻の横使う感覚ありますか？45度上がりますか？プルプルしませんか？これがね、ぜひビフォーアフターで変化わかるといいですね。さらに翌日このお尻の横に筋肉ついたら最高です。今動画の中で説明したボイシー、サブチャンネル、あとは股関節ゴリゴリになるとか、全部ね、概要欄貼ってますので、概要欄の動画ぜひ参考にしてみていただければと思います。よし、OK、お疲れ様でした。ここまでよく頑張りました。もう全然ズボラじゃない。自分自身に拍手しましょう。
この1週間メニューのおかげでダイエット成功できた。この1週間メニューのおかげでストレッチが習慣化できたと話題の、早く痩せたい方のためのダイエット1週間メニュー、15万人以上の方が友達になってくれている無料の公式 LINE、友達追加していただくことで最新バージョンを配布中です。ダントツ1万人気の全身メニューだけじゃなくて、足痩せメニュー、お腹痩せメニュー、二の腕痩せメニュー、ふくらはぎ痩せメニュー、すべて無料でプレゼントしています。概要欄の固定コメントに貼ってあるリンクをクリックして友達追加すればすぐにメッセージで届けます。